プリシエイ高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能の芽を伸ばすピンク色のお手伝い。この動画ではピンク色の才能の芽を伸ばすお手伝いについて説明しています。伸ばせる才能はといえば、愛し愛される力、献身、お世話、可愛らしさ、美しさ、包容力、情けなどです。ピンク色の才能を伸ばすお手伝いの例を50挙げますね。1. 赤ちゃんのお世話。 2. お年寄りのお世話。 3. 障害を持つ方のお世話。 4. 親の世話。 5. 兄弟のお世話。 6. ペットのお世話。 7. イベントのお世話係。 8. スイーツ作り。 9. 家で花を飾る。10. パーティーの計画。 11. プレゼントを作る。 12. ラッピングをする。 13. ラブレターを書く。 14. ヘアアレンジをしてもらう。 15. アクセサリーを選んでもらう。 16. 口紅の色を選んでもらう。 17. メイクをしてもらう。 18. マニキュアを塗ってもらう。 19. 家族を褒める。 20. 家族の良いところを見つける。 21.嬉しい、楽しい、幸せ、大好き、感謝しますを言ってもらう。22. 家族に何をしたら喜ぶか一緒に考えてもらう。23. 周囲の人や生き物に何をしたら幸せを感じてもらえるか考えてもらう。24. アクセサリーを作ってもらう。25. 人形の洋服を作ってもらう。26. ぬいぐるみのお世話をしてもらう。27. みんなの靴を揃えてもらう。28. 絵本の読み聞かせ。29. 洋服のコーディネートをしてもらう。30. 花束を作ってもらう。31. テーブルのセッティング。32. ベッドメイキング。33. 花の種を植えてもらう。34. お買い物に付き合ってもらう。35. 歌を歌ってもらう。36. 花の種類を覚えてもらう。37. レース編みを覚えて教えてもらう。38. 刺繍を覚えて教えてもらう。39. 食べ歩きに付き合ってもらう。40. 似合うバッグを選んでもらう。41. 似合う靴を選んでもらう。42. 手芸でマスコットを作ってもらう。43. 編み物でマフラーを編んでもらう。44. お守りを作ってもらう。45. マッサージをしてもらう。46. 化粧品を選んでもらう。47. 部屋のカーテンを決めてもらう。48. 部屋のクッションを決めてもらう。49. リネンを選んでもらう。50. ランションマットを選んでもらう。注意点。お手伝いはカードにしておいて、やりたい仕事をお子さんに選ばせてあげてください。何回このお手伝いをしたか、カードに記録しておくのも良いですね。絶対に叱ったり怒ったり、文句を言ったりバカにしたり、途中で仕事を取り上げたりしないように気をつけてください。お手伝いは叱るとバッドプレゼントになり、一緒に楽しめるとグッドプレゼントになります。お手伝いは最初に仕事の内容を詳しく説明しましょう。どうすると失敗したりうまくいかないかについて先にやってみせましょう。お子さんの失敗は見てみないふりか、教え方がいけなかったね、ごめんねとフォローするか、ユーモアで笑わせてあげるかして、何度でも辛抱強く初めて教えるかのように穏やかに噛み砕いて説明してください。できるようになることが楽しいと思えるように持っていけるかどうかが、親の力量を試されている場面だと思って工夫してみてください。あとの50個をお家で考えてみましょう。ピンク色の才能を伸ばせるお手伝いを50個、ご家族で考えてみてください。あなたのお家でしかできないお手伝いがあれば、それもオリジナリティを作ることにつながっていきます。ご家族でどれだけ経験値を上げて楽しめるかがポイントですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。イラストエア、ナレーション、高梨いつきでお送りしました。I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。